健康情報などをシリーズでお伝えするコーナー、健康づくりタイム。今回はあなたの大切な命をがんから守ろう、受けよう大腸がん検診をお送りします。皆さんこんにちは。今年の夏は気温が35度以上となる猛暑日が続き、各地で厳しい暑さとなりました。10月も暑さが残り、朝晩と日中の気温差で体調を崩しやすい時期となります。季節の変わり目には体調管理に十分気をつけてくださいね。さて、7月から津市ではがん検診が始まりましたが、皆さんはもう受けられましたか？今回はあなたの大切な命をがんから守ろう、受けよう大腸がん検診をテーマにお話しします。皆さんは日本人の何人に1人ががんにかかる可能性があるかをご存知ですか？近年は2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われていて、がんは昔に比べて身近な病気となっています。たとえがんになってしまっても、早期に発見して早期に治療することで9割が治ると言われています。健康だから大丈夫、難しいから、面倒だからと思わずに、定期的にがん検診を受けることが大切です。今回はがんの中でも大腸がんにスポットを当てて話をしたいと思います。日本の総人口に対して大腸がん患者の比率と大腸がんによる死亡率は、昭和40年代頃には他のがんと比較して低い水準にありましたが、その後は増加の一途をたどっています。こちらは全国の胃がん、大腸がん、肺がん患者数の年次推移を示したグラフです。他のがんと比べても大腸がんの患者数は近年増加傾向にあることがわかります。こちらの表は平成27年津保健所年報における津市のがん部位別死亡率の表です。大腸がんによる死亡率は男性が2位、女性が1位で、男女ともに高い順位です。大腸がんは結腸、直腸、肛門に発生するがんで、腺腫という良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。日本人は S 状結腸と直腸にがんができやすいと言われています。また大腸がんにかかりやすい年代は50から60歳代で、高齢になるほど大腸がんになる確率は高くなりますが、最近では40歳代で大腸がんが発見される人も増えています。大腸がんは早期の段階では自覚症状がほとんどありません。進行すると便に血液が混じる、貧血になる、腹痛、お腹が張る、下痢、便秘を繰り返すなどの症状が見られます。大腸がんの早期発見のためにも、定期的に検診を受けることが重要となります。津市の大腸がん検診は40歳以上の方が対象です。検査の方法は免疫便潜血検査2日法で、便の中の血液反応の有無を調べ、出血がないかどうかを確認します。津市で行う大腸がん検診の流れについて紹介します。1、津市から送付された受診券を準備し、協力医療機関または検診施設へ申し込みをします。2、便潜血検査のキットと問診票が自宅に届きます。3、2日に分けて便を採取します。4、病院へ受診後結果が届きます。
結果が陽性で問題がある方は精密検査が必要になります。再度病院へ受診し、大腸内視鏡検査など詳細な検査を受けます。精密検査受診者の約 5% が大腸がんと診断され、治療を開始します。また 62% は良性疾患と診断され、かかりつけ医に今後の検診や受診の仕方について確認していきます。異常なしだった方も1年に1回定期的にがん検診を受けましょう。がん検診の目的は、早期発見、早期治療を行い、がんによって亡くなる人を少なくすることです。この便潜血検査によるがん検診は、大腸がんの死亡率の減少につながります。平成28年度には津市の大腸がん検診を受診し、精密検査でがんが見つかった方は54人でした。大腸がんは早期に自覚症状がないことが多く、症状が現れた時にはすでに進行していることもあります。年に1回大腸がん検診を受け、がんができていないか確認することが大切です。また受診の結果、精密検査が必要と言われた場合は、必ず医療機関で詳しい検査を受けましょう。津市が行っているがん検診は、大腸がん検診のほかに胃がん、肺がん、乳がん、子宮がんがあります。受診期間は平成31年3月末までです。津市のがん検診受診券を利用すると、通常の検診より少ない負担で受けることができます。受診券がお手元にない方、がん検診の対象となる年齢や受診方法など詳しく知りたい方は、健康づくり課または最寄りの保健センターへご連絡ください。またがん検診について詳しくは、こちらの平成30年度津市がん検診と健康審査のご案内をご覧ください。冬になるとインフルエンザなどの感染症が流行し、検診の予約が取れない場合がありますので、早めに受診することをお勧めします。保健センターで実施する地域巡回検診では、お子様連れの方でも安心して受診ができるように、保護者が受診して目が届かない間、お子様の見守りを実施しています。ぜひ申し込みの際にお電話でスタッフにお伝えください。がんは日頃の生活習慣が大きく影響することから、生活習慣病の一つと言われています。喫煙や過剰飲酒、肉類など高カロリーの食事が多い、野菜や果物をあまり摂取しないなど、栄養バランスの偏った食生活、運動不足などの生活習慣は、がんになりやすい傾向があります。がんを予防するためにも、禁煙、適度な運動、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。今回の健康づくりタイムは、あなたの大切な命をがんから守ろう、受けよう大腸がん検診をお送りしました。がんは早期に発見し、早期に治療を始めれば9割が治ると言われています。健康な時こそがん検診を受けましょう。また規則的な生活習慣を送り、あなたの大切な命をがんから守りましょう。それでは次回もお楽しみに。さようなら。